インターネットでの買い物が当たり前の時代となった今、以前にも増して物流業務の需要が増加している。スピーディーに成長を続けていくためには M&A も一つの大きな手法だというふうに考えておりまして、今後とも M&A にも積極的に取り組みまして、高い成長率をキープできるように取り組んでまいりたい。運送事業を創業に持つ東21、現在総合物流企業グループとして事業を展開。そんな東21が最も力を入れて取り組んでいるのが物流設計力。最適な倉庫、人、システム、車両などを組み合わせてベストな改善提案をお客様に提供する、お客様に最も高い付加価値を提供することのできる企業、そういった企業にこの東21をしていきたい。物流事業を通じて社会に奉仕する東21が目指す最高のサービスのために変革し続ける企業とは、賢者の選択、フュージョン。賢者の選択、フュージョン。ナビゲーターの竹内かなえです。坪井杏奈です。改めまして、本日のゲストをご紹介します。株式会社東21取締役代表執行役社長、小島克弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。小島さん、どうぞよろしくお願いいたします。さて、冒頭の VTR で物流設計力というキーワードが登場しましたが、この物流設計力というのはどのようなものなんでしょうか。はい、この物流設計力という言葉は当社のグループの中でよく使われている造語なんですけれども、お客様の企業のものの流れというのは大変複雑で、それぞれ異なっております。その状況に応じまして、最適な倉庫、人、システム、車両などを組み合わせてベストな改善提案をお客様に提供する、そういう力のことを物流設計力と申しております。具体的にはどのようなご相談を受けて、どのような提案をされているんですか。例えばですね、倉庫に関して申し上げますと、出荷のスピードが思ったように上がらなくて倉庫の中に商品が滞留してしまうといったようなことですとか、あるいは逆に倉庫のキャパシティが有効活用できていないといったような事例、また物流量の割には時間や労力が大変かかってしまっているというような、そういったご相談をよく受けることがあります。そうしたご相談に対しまして、私どもの営業企画開発部というコンサル機能を持ったセクションが最適な倉庫の運用のご提案につなげさせていただく、そういうものになっています。今回はそんな物流設計力について、私が営業企画開発の方にお話を伺ってきました。こちらの VTR をご覧ください。営業企画開発ではどのような業務を行っているんでしょうか。主に新規のお客様の物流提案をする部隊でして、お客様の現地にお伺いして稼働分析をさせていただく、要はお客様の物の動き、人の動きを観測させていただいて、で数値的な物流データからお客さんに対しての最適解を出して、それをご採用いただいた後に我々が実際に現場に入らさせていただいて立ち上げ支援までやるという仕事になっています。こちらは大阪府門真市にある門真総合物流グループ。こちらの倉庫ではどういったものを保管されているんですか。棒状のものですとか、大きな箱状のものですとか、異形物をたくさん取り扱いしております。こちらの倉庫では東21のどういったところが生かされているんでしょうか。どちらかというとこの倉庫、機械化というよりはソフト面での改善というところに力を入れてまして、横に置くんじゃなくて縦に保管することによって保管効率を高めて、でかつ作業性もいいようにっていう形でやってます。保管の仕方を品物の形状で変えることで保管効率を高め、保管場所の空間を広く使うことで作業効率を高める、そうすることで荷物の出荷率が上がるそうです。さらに出荷率を上げる工夫は梱包作業にもあるそうです。
で我々はアナログでの改善というのをすごく力入れてまして、もともとあちらにあるプチプチをそれぞれ一個一個巻いてたんですが、もう今度梱包台の上で簡単にこう巻くことができると、従来の梱包の仕方と比べたら約3割作業性を改善しております。確かにその物が一つずつ形が違いますから、機械でやるっていうことも無理ですもんね。輸送中にこういう形の変わったものは事故を起こして商品がダメになっちゃったりしますと、お客さんのお手元についてお客さん残念な気持ちになってしまいますので、まあ、そういうことをなくすように努力してますね、我々は。続いて営業企画開発の坂本さんに、お客様は具体的にどんなことに困っているのかお話を伺いました。このご時世やっぱり働き方改革で機械化したいと、省人化したいというところで、人手不足のところですね、物流の拠点を増やしたい減らしたい、要は統廃合の話ですね、そういったのが多いですね。東21の強みっていうのはどういうところにあると感じられますか？まあ、何でもかんでもシステムとかですね、機械化っていうところで他の他社さんも提案されてるんですが、我々やっぱり知恵と工夫で現場力っていうのをですね、やっぱり一番大事にしておりますんで、その現場力を生かしてですね、まあ、お客さんと一緒に歩み寄って、まあ、提案で物流を実現していくとこですね、これが我々の強みだと思います。お客様への改善提案で多いのがレイアウトの変更。今回は過去に実際にあった事例を再現していただき、ビフォーアフターで解説していただきました。良くない例なんですが、はい、通路を埋めちゃってるんですよね。で、通路を埋めることによって商品を出すときにですね、全ての商品をどけなきゃいけない、要は無駄が発生してるんですよね。で、あとこういうふうに置いちゃうとですね、どの商品をピッキングしていいかわからないという状況になってます。探す無駄ですね。通路を埋めてますんで、こちらの商品も実はピッキングできないという、二度手間を生んでますね。無駄が無駄を生むっていうんですかね、はい、今見ていただいているのが改善されたレイアウトのエリアになります。で、具体的にはこのように通路を確保してですね、まずすぐにピッキングができるっていう、であとすべてのロケーション番地に商品が入ってますので、誰が行ってもピッキングはすぐできると。レイアウトの見直しっていうのはどういうタイミングでされるんですか？はい、出荷終わった後のですね、棚押しの時に都度やるようにしてます。毎日しないと改善にならないですね。やっぱり現場が忙しいというところで日々の業務で終わっちゃっててですね、なかなか改善につなげられないと。改善に終わりはありません。はい、何かお仕事をされる中で気をつけていらっしゃることっていうのありますか？ご提案していく中で、まあ、お客さんが言ってたことをそのまま提案してもお客さん響かないですし、まあ、それその通りだよって話ですので、まあ、その裏にある本当のこう原因っていうのをこう掴んでいくっていうのが我々の役目かなと思ってまして、見えない部分を助けてあげるというか、まあ、そういうことをすごく意識してやってますね、提案活動の中では。はい、実際に働かれていてやりがいを感じられるのはどういった時ですか？お客さんが課題と思い込んでおられるのが実は課題ではなくて、実際現場見させていただいたり物流情報ですね、分析させていただいて、これが課題じゃないんですかっていうところでお客さんが気づいてくれるところですね、これがやりがいっていうかところですね。坪井さんは実際に取材に行かれていかがでしたか？倉庫ってやっぱりこう男性が多いイメージがあったんですが、女性の方もフォークリフトをスイスイと運転されていて、それがとても驚きました。最初にパートのスタッフの方が一人フォークリフトを運転したいというふうにおっしゃって、それからどんどんと広がっていった、まあ、そういう経緯がございます。女性の働きやすさということにつきましては非常に注意を払って取り組んできましたので、まあ、そのことの効果が出ているのではないかと思います。大阪市の女性活躍リーディングカンパニーという認証制度があるんですけれども、おかげさまでそれにも認証を受けることができまして、まあ、女性活躍を会社として大きく推進しております。実際にその働く方の働きやすい環境づくりっていうのもすごく工夫されているなというふうに思いまして、例えば荷物のピッキングもなるべく取りやすいように、探しやすいように、そういったところがすごく工夫されているなと思いました。そうですね、これ私どもでは現場力という形で呼んでるんですけれども、人と自動化する機械のベストマッチングを図るっていうことが非常に大切でして、これはお客様の予算ですとかご要望に応じながら実現可能な提案をさせていただくということが大変重要だと思っています。
まあ、一般的に物流というふうに言いますと、こう、まあ、物を運ぶというイメージがありますので、こう倉庫、トラックといったことを思い浮かべると思うんですけれども、他にもいろいろな事業をやってらっしゃるということで、どういった事業がありますでしょうか。はい、私どもの会社が初めて取り扱ったビル管内デリバリーというサービスです。私は今、東21が管内デリバリーを行っているビルに来ています。具体的にどのような業務を行っているのか、お話を伺いたいと思います。こちらは東21が管内デリバリーサービスを行っているオフィスビル内にある事務所。こちらでは具体的にどのような業務を行っているんでしょうか。いわゆるオフィスサポートサービスということで、到着する荷物、各テナント様別に配達をする、あるいは集荷をすると、はい、その他にも入荷される業者の受付業務、いわゆる駐車場ですとかエレベーターの運行管理みたいなものもやっております。例えばですけど、観葉植物のサポートであるとか、クリーニングのサポートサービスであったりとか、あるいはあの名刺の作成、ドキュメント関係のサービス業務であったりとか、結構多岐にわたります。管内デリバリーを利用するメリットはどんなところでしょうか。ビルの角度でいきますと、必要以上のまず駐車場やエレベーターって、どのビルもバックヤード、いわゆる裏動線にはないんですね。まずそこがもう煩雑になってしまうと。でもう一つ、お客様の側面でいくと、この会社が毎回ずっとノックしてきてると、その都度開けて対応しなきゃいけないですよね。これが我々、要はビルのビルデリバリーセンターが一括で請け負って、一発で持っていくと1回ですね、ですよ。おそらく多分一番の魅力というのはそういう部分、ビルのそこにいると、いつでも大体そのメンバーがそこにいるので、お客様としてはいつでも相談ができるっていうのがやっぱり一番の利便性、いわゆるまあワンストップっていうところだと思います。ビルのオーナー側は管内デリバリーのメリットをどのように感じているのか、お話を聞いた。一つはですね、やはりあのいろいろな宅配サービス様がですね、あのお入りいただかないということで、あのエレベーターの混雑がやっぱり比較的しづらくなるということがやっぱり一つ挙げられますね。あとはもう一つ、それに派生してなんですけれど、いろんな方が来るということは、やっぱりセキュリティ面も良くなかったりしますので、まあ、その辺がですね、軽減されるということがもう一つございます。実際にテナントの方から何かこの管内デリバリーに関して お声っていただいてますか。そうですね、やっぱりあの担当の方の顔が見えているので、何か困ったらちょっとお声がさせてもらうってところなので、ちょっとした不満がたまりづらいってことはあるかと思いますね。まあ、そういったところを通してですね、ビルの方に高い満足度を持ってもらえるんではないかなとは思っております。今後の展開はどのようにお考えですか。まあ、基本的には物を動かす、物流に携わることが前提なんですが、一番のワードはいろんなサービスができるような、いわゆるオフィスのよろず屋である形が最初の形かなと、はい、思ってます。その他にはどのような事業がありますでしょうか。オフィスの移転サービス事業というものが非常に特徴的なものでございます。企業様にとってオフィスの移転というのはあまりこう遭遇しない事象だと思うんですけれども、まあ、そうしたことであるからゆえに、オフィスの引っ越しにあたっては何から手をつけていいのかわからないといったようなことですとか、それから大型ビルのオーナー様からは、一斉入居をしたいんだけれども全てをマネジメントしてくれないかといったようなご要望ですとか、まあ、そうしたものが結構ございます。まあ、そうしたニーズにお応えをして、1986年に、当社の、まあ、移転チームの中から、オフィスの引っ越し事業を独立した部署として構成をいたしまして、これが成長して2020年に、分社独立させたのが東オフィスサービスという会社であります。大規模なビルの移転から小規模な事務所の引っ越し、またあのレイアウトの変更など、さまざまなお客様のニーズに対応できるようになっています。引っ越しという観点では同じようなサービスを提供されている会社もあるかと思うんですが、東21ならではの強みというのはどんなところにあるんでしょうか。はい、この引っ越しの作業において、建物を汚さない、壊さないために養生というものを使うんですけれども、通常はあのビニールの板を壁などに貼り付けまして養生を行うんですけれども、まあ、この養生は貼り付けるのに時間がかかる、まあ、撤去するのにも時間がかかる、また撤去する際にですね、壁紙を壊してしまうリスクというものもございます。でこの点、私どもは専用の養生のツール、
これは平べったい段ボール箱なんですけれども、この段ボール箱を廊下に並べるだけで養生が完成するというような仕組みになっておりまして、スピードの速さとそれからこの段ボールを再利用できるということで非常に効率的に使うことができています。近年はどういった分野でも万全なセキュリティですとか信頼が要求されるようになりましたけれども、特にオフィスの移転となりますと紛失破損などにも十分な配慮が求められるかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。はい、オフィスの移転にとりましてセキュリティ対策っていうのは非常に重要な要素だと考えています。私どもではお預かりしたお荷物が間違いなくご指定の場所に届くようにカメレオンコードというものを使っております。これは次世代バーコードシステムと呼ばれるものなんですけれども、これのコードを荷物に貼り付けることによりまして荷物の個別の管理ができるようになります。セキュリティ上では非常に安全に荷物を運ぶことができるようになります。さてここまでは事業の取り組みについてお話を伺ってまいりましたが、そんな事業を支える人材も重要になってくるかと思います。最近はどの業界でも人手不足が問題となっていますが、そのあたりについてはどのようにお考えでしょうか。運送業界におきましても人手不足というのは大変深刻な課題だと思います。その中でもとりわけ2024年問題というものがございます。これは運送業界でドライバーに対しても残業の上限時間を960時間として設定するというものでして、このことによりましてドライバーの長時間残業ができなくなり収入が減りまして結果として離職が増えるのではないかということが懸念をされています。私どもの会社はすでに残業時間の上限を960時間以下に設定をしておりますので、すでにそういった対応は取れているということになります。業界全体の課題でもありますので、業界全体としてこの運送事業を効率化するということが大変重要な取り組みだと思っています。例えば荷物の形を規格化する、あるいは標準化するといったようなことですとか、運送業界で共通の IT 基盤を作って、情報を簡単にやり取りできるようにするといったようなことですとか、運送業界の省力化効率化といったことに取り組むことが必要だと思います。そして近年は各企業に対して持続可能な社会に向けた貢献というのが求められている部分もあると思うんですけれども、こちらについてはどのような取り組みがあるんでしょうか。東21グループではビジョン2030というのを設立しているんですけれども、このビジョン2030の中で持続可能な企業活動の推進というのは大きな一つのテーマとして取り上げています。社会との共生ですとか、あるいは環境との共生ということを観点として、当社では ESG 取り組みをメインとして取り組んでいこうというふうに思っています。いい環境の面で言いますと、例えば管内ビルデリバリーにおける、渋滞をなくすことによって二酸化炭素の排出量を下げるといったようなことですとか、エコドライブと申しまして、運転手の運転の仕方をですね、デジタルタコメーターを活用しながらより二酸化炭素が発生しないような運転の仕方を教育するといったようなことですとか、そうした取り組みを進めています。でまた S 社会の面で言いますと、ひまわりプロジェクトというものがございまして、このひまわりプロジェクトというのは太陽のように暖かく、ひまわりのように優しい気持ちで、子どもたちの未来を応援する取り組みということなんですが、例えばですね、私どものトラックの多くには、従業員の子どもたちが描いた絵をラッピングをして貼り付けてあります。これはこのトラックを運転するドライバーだけじゃなくて、その車を見た周りのドライバーの方もですね、気持ちが和んで安全運転につながっていくのではないかというふうに期待をしています。また本社ビルのですね、スペースを空けて地域貢献の観点から、そこに保育園、そして小児科のクリニックを入居していただきました。でこの保育園にはですね、先生方それから園児の方々に交通安全教室を実施をさせていただいて、交通弱者である幼稚園児たちにしっかりと安全教育を施して、弱者対策に貢献できればというふうに思っています。
今度あのラッピングトラック見たら、あ、ひまわりだって思うようにします。はい、今ガバナンス G の観点で言いますと、私どもの会社は2019年に委員会設置会社に移行しております。で、取締役方もですね、社外から過半の方々をお招きをしておりまして、取締役会に加えて、委員会の方でも過半の方々を社外取締役の方に担っていただいております。こういう形で透明性の高い経営ができているものと考えています。さて、小島社長のプロフィールを拝見しますと、2019年に東21に入社されています。初めて社員の方をご覧になった時はどのような印象でしたか？少数精鋭、非常に真面目で仕事に誠実というふうに感じました。一方で今ある仕事を一生懸命丁寧にするということに熱心なんですけれども、一部どちらかというと新しい仕事へのチャレンジですとか、新しいフィールドに出ていくといったようなことについてはあまり熱意が感じられないのかなというふうに感じることもありました。ただこの4年間ほどでですね、随分とそのあたりの従業員の意識も変わってまいりまして、随分と熱いエネルギーを感じるようになってきたというふうに思います。その変化はどこから来たんですか？何かこうメッセージを伝えるであったりとか、はい、何か取り組みなどはあったんでしょうか？そうですね、この我々の業界というのは非常に競争相手が多い業界でありますので、私はもう口癖のように従業員に申しておりますのが、我々というのは下りのエスカレーターに乗って、そのエスカレーターを駆け上がっていくような競争をしている。したがって立ち止まった瞬間にどん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 下がっていくぞというふうに話をしてまして、常に前進、常に成長ということが大切だというふうに言ってたんですけれども、そうした思いが少しずつ伝わってきたのかなというふうに思います。この運送事業と申しますのは、運送、物を運ぶということで言いますと、物を空間移動させるということが仕事です。で、倉庫を取り上げますと、倉庫は物を預かって、ある意味時間を移動させるということが仕事なわけなんですね。ですからこの空間移動と時間移動が我々の仕事なんですが、単にですね、空間を移動させるだけ、時間を移動させるだけではなくて、この空間移動と時間移動にいかに高い付加価値をつけるかということが大変大切だと思っています。私としては会社全体としてお客様に最も高い付加価値を提供することのできる時空価値を創造する企業、そういった企業にこの東21をしていきたいというふうに考えています。そういった付加価値を高めていくために、新しく入社される方にはどんなことを期待されますか？そうですね、どんなことにも首を突っ込んで、いろんなことにチャレンジできる、そういった精神の強い人を期待したいと思います。精神の強い人じゃ、もう失敗してもいいからとりあえずこうチャレンジするぞ、そんな元気な方が入社されると楽しみですね。はい、今後の展開はどのようにお考えでしょうか？この運送事業ということにつきましては、人と車の数が制約条件になります。そして倉庫業で言いますと、倉庫の面積が制約条件となってしまいます。従いまして、この制約条件を拡大していくことが大変重要だと考えています。倉庫で言いますと、2019年に東大阪、そして2020年に門真、そして2022年の4月に三郷、5月には小牧で新しい大型の物流センターを開設をいたしました。2023年4月には大阪府茨城市に北大阪ロジスティックセンターという大型の物流拠点を、これも作ることが決定をいたしておりまして、こうしたものに順次投資をしていくことで、成長の制約条件を外していきたいというふうに考えています。で、同じく人と車の制約条件につきましても、これをスピーディーに成長を続けていくためには M&A も一つの大きな手法だというふうに考えておりまして、2022年の2月にヤマシン運輸工業株式会社というところを傘下に収めることができました。この会社は重量物の輸送とエンジニアリング事業が特徴なんですけれども、この会社を傘下に入れて都合グループ8社の体制を今持っています。今後とも MA にも積極的に取り組みまして、
高い成長率をキープできるように取り組んでまいりたいというふうに考えています。創業からもう75周年も超えられて、その間さまざまな時代の変化、環境の変化もあったかと思うんですけど、その中で戦ってこられて、これから先を見据えていらっしゃるということなんですね。小島社長、本日はありがとうございました。ありがとうございました。